カバサカ峠奥武蔵グリーンラインは埼玉県入間郡諸山町から秩父市に至る林道の愛称である。奥武蔵の林道ドライブコースやサイクリングロードとして人気がある。県道三十号線の諸山町小田谷から県道百八十六号線に入り鎌北に至り、林道権限道線、林道奥武蔵二号線、林道奥武蔵一号線、林道名電両線などを経て、 県道11号線の定峰に至る林道コースの総称である。林道権限道線の途中で林道清流線を分岐し物見山や日、和田山、金着田が多面に通じる。さらに一本杉峠で林道座座号線を分岐し、県道61号線を経て黒山、三滝や小瀬梅林に至る。途中の林道奥武蔵2号線のコウブ峠でも林道風影線を分岐し、 県道61号線で、国道299号線の阿賀野方面に至る。さらに、花立松の峠からは、林道猿岩線を分岐し、県道61号線を経て、黒山三滝に至る。花立松の峠近くには、高山不動がある。さらに、飯森峠から林道梅本線を分岐し、小瀬町方面に通じる。さらに進んだ。 海上坂峠では林道狩場坂線を分岐し、国道299号線の小丸方面へ至る。林道奥武蔵1号線となる大野峠では林道丸山線を分岐し、国道299号線の足が窪や横瀬方面に至る。林道奥武蔵1号線の白石峠で県道172号線を分岐し、明里市方面に至る。白石峠からは、 林道な電流線となり奥武蔵グリーンラインの終点の定峰峠に至る。定峰峠では、県道11号線が交わり、それを西に進むと、国道140号線の大野原方面、東に進むと東秩父、村役場方面となる。途中、橋場を左折すれば、県道361号線で、長泥に通じる。井井森峠には、ナックの親局があり、 標高が高いので、関東一円を、ほぼカバーしている。外秩父山地の大根添いを走る林道のため夜間は、夜景の絶景ポイントが多数ある。前線が舗装されている。また、途中には、甲府峠、関八州三原次第、飯森峠、外城坂峠、大名峠など、観光名所も、多数ある。ありがとうございます。